はい、えー、昭和40年代男の私が映画を紹介しております。今回はですね、まあ、昭和映画ではありませんけども、昭和を生き抜いた市原悦子さんの最終作、シャボン玉でございます。この作品に関しましては、こちらのね、林さんという俳優さんもダブル主演でございまして、それぞれにいい味を出してるんですよね。私からすると、長い間演じることで生きてきた市原悦子さんが、その演じ方の全てを、 林さんんに継承したんじゃなないいかなと思えるぐらいの作品でございますで「シャボン玉」というタイトルなんですけどもこの物語の大筋っていうのはねもともと通り魔をやっていた要するに街を歩く人をね襲ってはあのお金を奪っていた犯罪者としてのね彼が逃げて逃げて田舎町にたどり着くところで市原悦子さんに出会うわけなんですよ。そそこで食ったくなくそして自分の およくとくなくよく尽くしてくれる町の人に触れて自分の考えをね改めてこのままじゃよくないなというふうに徐々に徐々に人間味を取り戻していくっていうストーリーなんですけどもさあそこにはね元どりの自分になろうとするがゆえの大きな葛藤がありますそれは過去の自分との戦いなんですよ。でそれを強く印象付けるような場面が2つぐらいあります。ね、彼はね通り魔をやっていたという 話をしましまたけどもこの市原悦子さんのいる町に紛れ込んできて暮らすうちにちょっとね好きな人が出てくるんですよ、ね、好きな女性が出てきてその女性は何でもね都会に行ったんだけどもうまくいかずに彼氏とも別れて田舎に戻ってきたんだっていうね、まあ、そんな背景を背負ってる女性なんですよね。それでだんだんん興味が出ていくうちにこの人は どうして都会から戻ってきたのかなって、ちょっとだけ気になるんですよね。で、ふとしたことからその理由を知ることになります。その理由ってのは、実はね、その自分の気になる女性、ね、今一緒に住んでいるっていうかね、暮らしている、まあ一緒の家に住んでるわけじゃないんですけど、一緒に過ごしている女性が、実は街で通り間にあってね。で、そっから生活が壊れて、トラウマを抱えて、うんざりして田舎に帰ってきたっていうわけなんですよ。それを知ったときに、 自分が襲ってきた数々のご老人や女性の中にその人がいたんじゃねえかみたいなことに悩み始めるんですよねで。それが一つの大きなきっかけになりました。もう一つのきっかけは市原悦子さんの家にどこに行ったかわからなくなった宝刀息子が不意に帰ってくるんですよ。で、金を出せって感じで自分のね母親を脅し詰め寄るわけですよ。そこに居合わせてしまった彼が さあ、どういう風に立ちふるまっていくのか。それが2つ目のこの映画の醍醐味ですね、えー。シャボン玉。彼の物語はシャボン玉のようにフラフラと進んでいくわけですけども、途中でパチンと割れてしまうんでしょうか。それでも大きく膨らんでいくんでしょうか。その辺がまあ注目の作品かなと思います、えー。感動必至でございます。あまり多く話せなくて申し訳ないんですけども、これは何度も何度も言ってしまいました。プライムで ずーっと見ていたんですけどもこの度アマゾンプライムの無料期間が終わったんでメルカリで DVD を買ってしまいましたといや私はこの作品がとっても良かったんでね母親にもね見てもらったんですけどねいやむちゃくちゃ良かったとむちゃくちゃ良かったよーみたいなねまさに母と息子で見る作品だというふうに思いますね